はい、こんにちは。レトスのオ野です。え、本日は、え、宅建試験の合格発表日ですね。え、宅建試験合格発表と調べていただくと、不動産適正取引推進機構のホームページが上の方に上がってきていると思いますので、まあ、そちらから合格にいただければと思います。合格した方、本当におめでとうございます。で、合格した方は、まあ、その後、登録の手続き進む人、また進まない人いると思います。 登録進む人は、そのページにおそらく、登録の仕方なども書いてあると思いますので、不動産適正取引推進機構のホームページをご確認ください。で、一方でえ、落ちてしまった方、まだ今からであれば十分来年の試験合格できます。ただし、やり方が重要なんですよね。同じやり方、同じ勉強の仕方をしてしまうと、同じように来年の試験も落ちてしまいます。きちんと理解をしながら、学習を進めていきましょう。 で、なかなか予備校通ったり通信講座受講したりしても理解すべきところまでって教えてもらえないんですね。また教材とかにも載ってません。なので、まあ、予備校通っても通信講座受講したとしても独学の方と同じように専門書だったりとか専門家が書いたホームページとかを調べながら理解を深めていただければと思います。でも一方でなかなか自分自身で調べていくのが難しい。何を調べていいのかわからない。 どれぐらいの深さまで調べたらいいのかわからない。そういった方はぜひ個別指導をご検討ください。まだ今からであれば十分来年の試験で40点以上取っていただけますんで、ぜひ個別指導をご検討いただければと思います。個別指導はこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、そちらからぜひご確認ください。ボンミスをしたとしても余裕を持って合格できるぐらいの実力をつけておきましょう。それでは本日の3問に入っていきます。 A が B に A 所有の高土地を売却し、その際、B 所有の落土地が売れたときに、B は A に高土地の代金を支払うという条件を付けた。A の代金債権の消滅事項はいつから進行するかという問題です。考えたい方は動画一旦ストップしていただいて、この動画の下の概要欄から問題文ご確認ください。問題文の状況としては、 えー、B さんが所有する土地があるんですね。落つ土地っていうのがあって、これが売れたときに、B さんは A に代金を支払う。つまり、B さんは A から高土地を買ってるんですよね。B は A から高土地を買ってます。A がってなってるので、A を主語にしたら、A は B に土地を売ってるんですね。高土地を売ってます。つまり、B が持っている土地が売れたら、B さんは A から土地買いますよっていう条件なんですよ。 でこの場合、売った側の A さんの代金債権、つまり A さんが B さんに高土地の代金を取り立てる権利ですね。これの消滅事項はいつから進行を始めるかという内容ですで。答えは B さんの落つ土地が売れた時からなんですね。消滅事項の起算点、いつから進行するかというのは、権利を行使できる時から進行します。つまり、売り主 A が買い主 B に対して、 代金のの取り立てをでできるのはいつからですからすこれを考えればいいだけなんですよね。権利が行使できるってことは、取り立てができるってことなので、いつ取り立てができるかということなんですよ。で、代金を請求できるのは、つまり取り立てができるのは、おつ土地が売れた時からですよね。B さんが持っているおつ土地、これが売れた時からです。なので、A の代金債権の消滅事項は、おつ土地が売れた時から進行をします。では問いにですね。 A が転売目的で反復継続して宅地を購入する場合でも売り主が国その他宅地建物取引業の適用がないものに限られている時は A は免許を受ける必要がない丸かツかという問題ですえ答えはツですね A は免許を受ける必要がありますで A は宅地を不特定多数のものから反復継続して購入するわけですよね 今回、国とか、その他、宅建業の適用がないものから、まあ、地方公共団体とかなんですけども、そういったものから購入する。つまり、国、地方公共団体って限られていたとしても、まあ、たくさんある、いるわけですよ。まだ、あ、地方公共団体以外にも、宅建業法の適用がないものっているんですよね。住宅供給公社だったりとか、まあ、いろいろありますので、結局はこれ、不特定多数になるわけですよ。したがって、宅地建物取引業を行う。 ということになるから A は免許が必要だということです。で、国自身は例外なので、宅建業を行う場合も、宅建業の免許は不要です。国自身ですね。あと地方公共団体。地方公共団体自身も、宅建業の免許は不要だけれども、国とか地方公共団体とかと取引するものは例外ではないんですね。なので、宅建業を行う場合は免許が必要だということです。 でこれくらいで引っかかっていてはいけないんですね。これ考え方をちゃんと知っていてそれを使うことができたらこれ絶対引っかからないんですよ。この一点っていうのは重要なんですよね。ここで引っかかって1点失点する方っていうのは引っかけ問題でもう3点4点も失点するんですよで。そうなってくると大体不合格なんですね。で引っかけ問題に引っかからないためにも考え方、解き方を頭に入れる必要があるんですね。つまり理解学習をする必要があるということなんですよ。 だから個別指導ではそういったところをお伝えしてるんですね。合格するためにはちゃんと考え方、解き方をしっかり頭に入れる。そうすれば、引っ掛け問題に引っかからないようになる。だから合格点を取ることができるっていうことなんですよ。いやそういったところを個別指導ではお伝えをしております。では問さ3に入ります。栄養設率を算定する上では、共同住宅の共用の廊下及び階段部分は、 当当該該共共同同住住宅宅のののの延延べべ面面積積分の1を限度ととしして、に参入しない丸かかといかかう問題です。これ答えは×ですね。3分の1これが誤りです。正しくはこれ全てですね。共同住宅っていうのはアパートとかマンションとか、まあ、そういったものです。これらの廊下や階段の床面積っていうのは全てその建物の延べ面積。延べ面積っていうのは各階の合計面積ですね。これには入れません。 つまり、この廊下や階段部分の面積は建物の延べ面積に参入しないっていうことなんですね。つまり、マンションの部屋の合計面積が1000平米あって、廊下やエレベーター部分の面積が200平米あったとします。まあ、これ合計すると1200平米ですよね。ただ、このマンションの延べ面積っていうのは、この廊下やエレベーター部分のこの床面積200平米、これ入れませんので、まあ階段部分もそうですね。もう入れませんので、1000平米になるということです。 具体例を考えればそれほど難しくないと思います。あなたも具体例を使ってイメージしながら理解学習をしていく。この勉強法を実践したくありませんか ?12 月初旬に値上げとなります。まあ、もうすでに個別指導で理解学習を実践している方もいらっしゃいます。まあ、毎年ですね、この時期から受講した方っていうのはやっぱり合格率非常に高いんですね。 なので、えー、来年一緒に勉強して絶対合格しましょう。理解学習を実践して来年絶対合格したいという方は、え下記概要欄から個別指導の URL クリックしていただければと思います。今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。レトスのノでした。